エルヴィンの働きを経て現体制の崩壊が宣言された。それは王都行政区を兵団組織が制圧した直後、彼のために用意されていた処刑台の上で行われた。人類を思え。あのまま王政に託すべきでした。彼らには今日まで人類を巨人から生きながらえさせた術があります。人より人類が尊い。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。しかしだったらなぜそうしなかった？それは私の理由を言おうか。昔から奴らが気に食わなかったからだ。君らがやらなくても私がくたばる前に一丁かましてやるつもりだったのだ。このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。大した悪党だろう。しかしそれは君も同じだろう。君は死にたくなかったのだよ。私と同様、人類の命運よりも個人を優先させるほど。君の理由は何だ？次は君が答える番だぞ。自分はとんだ思い上がりをしていたようです。私には夢があります。子供の頃からの夢です。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいよう記憶を改ざんされた。それが父が唱えた仮説です。シガンシナ区にあるイエーガー医師の家の地下室、そこに巨人の謎がある。そうだ、我々はその地下室にさえたどり着けば巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。いつか父の仮説の答え合わせにしたい。それが私の夢なのです。